ウッドロー・ウィルソン、トーマス・ウッドロー・ウィルソン、1856年12月28日から1924年2月3日は、アメリカ合衆国の政治家、政治学者であり、第28代アメリカ合衆国大統領である。アンドリュー・ジャクソンの次にホワイトハウスで連続2期を務めた2人目の民主党大統領である。身長5フィート11インチ、約180センチメートル。進歩主義運動の指導者として1902年から10年までプリンストン大学の総長を務め、1911年から13年までニュージャージー州知事を務めた。1912年の大統領選挙では、共和党はセオドア・ルーズベルトとウィリアム・ハワード・タフトの支持に分裂し、結果として民主党候補であったウィルソンが大統領に当選した。名誉学位ではなく、実際の学問上の業績によって取得した博士号を持つ唯一の大統領である。1885年にで歴史学及び政治学を教えた後、1886年にはジョンズ・ホプキンス大学から政治学の博士号を受ける。1888年にコネチカット州のウェズリアン大学に勤め、1890年にプリンストン大学の法律学と政治経済学の教授に就任。1902年6月9日に満場一致でプリンストンの学長に選ばれた。1910年から翌年までアメリカ政治学会の会長であった。1887年に執筆した論文、行政の研究、The Study of Administration において、政治行政分断論を提起し、実務的に政治、政党政治と行政の分離を唱え、量間性の抑制と近代的官僚制の再導入を提唱するとともに、研究領域的に政治学から行政学を分離した。ウィルソンの行政学に関する論文は、これ一つだけであるが、これによって、と並んで、アメリカにおける行政学の創始者として位置づけられている。合衆国大統領としては、当初の中立姿勢を放棄して、戦争を終わらせるための戦争として第一次世界大戦への参戦を決断し、大戦末期には、ウラジーミル・レーニンの平和に関する布告に対抗して14か条の平和原則を発表、新世界秩序を掲げて、パリ講和会議を主催、国際連盟の創設に尽力した。その功績により、ノーベル平和賞を受賞している。敬虔な長老派教会の信者であったウィルソンは、教訓主義の深い感覚をインターナショナリズムに取り入れた。それは、現在、ウィルソン主義と呼ばれる。ウィルソン主義は、アメリカ合衆国が民主主義を標榜し国内外の政治体制の変革を追求することを使命とみなすことであり、今日も議論されるアメリカの外交政策の指針となった。ただし、ここまでの成果は、事前可能の協力なしには得られなかった。ウィルソンは1856年12月28日に、牧師であったジョゼフ・ラグルズ・ウィルソン、1822年から1903年、博士とジェシー・ジャネット・ウッドロー。1826年から1888年の4人の子供の3番目、長男としてバージニア州スタントンで生まれる。祖先はスコットランド人及びスコッチ=アイリッシュであった。父方の祖父母は1807年に北アイルランドのティロン州ストラベーンから移住し、祖父と父は敬虔なキリスト教牧師であり、特に父は合衆国長老教会の創設者の一人で、母親は、ペイズリー出身のトーマス・ウッドロー博士と、グラスゴー出身のマリオン・ウィリアムソンの娘で、カーライルで生まれた。母方の祖父母の白壁の家は、北アイルランドの観光名所となった。ウィルソンの父親は、オハイオ州、スチューベンビル出身で、そこでは、祖父が、ウェスタン・ヘラルド&ガゼット紙を発行していた。同氏は、関税支持及び、反奴隷制の立場にあった。ウィルソンの両親は1851年に南に移動し、連合国を支持した。父親は奴隷制を擁護し、奴隷を所有、彼らのための日曜学校を開いた。父親の教会では傷ついた南軍の兵士の手当てもした。彼はまた牧師として、短期間南軍に従軍した。ウィルソンの最も初期の記憶は、エイブラハム・リンカーンが大統領に選ばれ、戦争が始まったことであった。ウィルソンは、ロバート・E・リーの横に立って、彼の顔を見上げたことを、いつまでも忘れなかった。ウィルソンの父は、1861年に、アメリカ合衆国長老協会から分裂した、南長老協会の創設者の一人であった。彼は、南長老協会の初代の常任牧師であり、1865年から98年まで書記を務め、1879年には長老協会総会議長を務めた。ウィルソン自身は14歳まで、父親が牧師を務めたジョージア州オーガスタで成長した。父は彼に牧師を継がせようとしたが、ウィリアム・グラッドストンに私淑して政治家を志した。ウィルソンは自らを神の子と信じていた節があり、政治への道を証明とみなしたことで、後にジークムント・フロイトの精神分析対象となった。ウィルソンはディスレクシアのため、9歳まで文字が読めず、11歳まで文章を書くことができなかった。しかし、それを克服するため、速記を独学で覚えた。彼は決断と自己規律を通して学業を収め、自宅で父の指導の下で学んだ後、オーガスタの小さな学校に通った。レコンストラクションの間は、サウスカロライナ州の州都コロンビアで暮らし、父は同地での教授を務めた。ウィルソンは1873年にノースカロライナのデイビッドソン大学で学び、1年後にプリンストン大学へ編入し1879年に卒業した。彼はファイカッパ祭のメンバーだった。2年目からは、政治哲学と歴史に関する書籍を数多く読んだ。ウィルソンが公的生活に入るインスピレーションとなったのは、イギリス人の議会スケッチやヘンリー・ルーシーであった。彼はの活動家であり、リベラル・ディベーティング・ソサイティを結成した。1879年、ウィルソンはバージニア大学で1年間法律を学んだ。卒業はしなかったものの、及びの活動に深く関わり、会長を務めた。しかしながら、体調不良のため大学を辞めることにし、ウィルミントンの自宅に戻り、そこで法律の勉強を続けた。ウィルソンは、同時代の政治的問題に対する公的コメントにより、全国的な評判を得、その立場の政治的重要性は増加した。1910年には、民主党のニュージャージー州知事候補に指名されて、これを受諾。秋の選挙に勝利して、学者出身知事となった。1912年の大統領選で、民主党は大統領候補にウィルソンを指名した。ウィルソンは大統領選でニューフリーダムをスローガンに掲げた。共和党のウィリアム・タフトとセオドア・ルーズベルトは互いに対立し、共和党は内部分裂した。結果、ウィルソンは大統領選に勝利した。ウィルソンはニューフリーダムと呼ばれる進歩主義的国内改革を実行した。企業独占を支えた公立の関税を引き下げるなど改革の意思を鮮明にした。一方、外交では共和党政権時代の棍棒外交やドル外交を批判し、宣教師外交を主張したが実態は何も変わらず、中南米諸国から反発を招いた。ウィルソン政権下でハイチが保護国となりドミニカも軍政下に置かれた。また、メキシコ革命の際はアメリカ軍を派遣してベラクルズを武力占領し革命に干渉した。任期1期目でウィルソンはクレイトン法及びに基づく初めての連邦の累進所得税が議会通過するように民主党を説得した。ウィルソンはその政権に多くの南部人を起用し、彼らによる多くの連邦機関における隔離の拡大を許容した。第一次世界大戦に対してアメリカ合衆国を中立の立場に保ち、それは1916年の再選に寄与した彼の再選に向けたキャンペーンのスローガンは、彼は私たちを戦争に巻き込みませんでしたであった。しかし実際にはアメリカから連合軍側への物資、武器の提供や、多額の戦費の貸し付けが行われており、中立国の義務を果たしていない状況であり、それに対抗したドイツによる無制限潜水艦作戦よって発生したルシタニア号沈没事件による国民の反独感情や極東における日本の台頭を懸念する世論によって参戦への圧力は増大し、ツインメルマン連邦の暴露から1ヶ月後、アメリカは1917年4月6日にドイツへの宣戦を布告した。開戦に際し、ウィルソンは国内統制を強化し、愛国団体を通じてナショナリズムを煽り、労働運動や反戦運動などを弾圧した。1917年にウィルソンは南北戦争以来初の徴兵を実施し、を発行して何十億ドルもの戦費を調達を設置し、労働組合の成長を促進、リーバー法、戦後廃止を通して農業と食料生産を監督し、鉄道の監督を引き継ぎ、最初の連邦政府による麻薬取締法を制定し、反戦運動を抑圧した。彼は1917年から18年にかけて国を覆った反ドイツ感情の波を奨励しなかったが、その動きを止めることもしなかった。第一次世界大戦末期の1918年1月8日にウィルソンは14か条の平和原則を発表した。疲弊したドイツ帝国は降伏し休戦協定の締結へと至った。ウィルソンは英仏に平和原則を講和の前提とするように求めた。第一次世界大戦休戦後、和平会談に出席するため1918年12月4日、パリへ出発した。ウィルソンは在職中にヨーロッパへ外遊した最初の大統領である。ウィルソンは平和原則で示した公正な態度のため、連合国国民のみならず、旧中央同盟国国民からの期待も集めていた。イギリスやフランスでも正義なる人ウィルソンと称えられ、熱狂的な歓迎を受けた。ウィルソンはジョルジュ・クレマンソー副首相、デビッド・ロイド・ジョージ A 首相と共に講和会議の3巨頭として主要な案件に携わり、戦後秩序の決定者の一人となった。しかし14か条の平和原則が、それまで大戦中に英仏維比など主要国が結んだ協定や条約を無効にし、アメリカの要求に従って最初から決めるように求める内容あったため、会議参加国の反発を招き、特にドイツへの過酷な賠償を求めるフランスのクレマンソーとの対立は根深く、一時は会議決裂すら危惧される情勢であった。また、国際連盟建設については意欲的であり、講和会議小委員会の一つである国際連盟委員会委員長にはウィルソンが自ら、就任している。この委員会で日本全権の牧野信明は国際連盟憲章に人種差別の禁止を盛り込むという人種的差別撤廃提案を提案した。ウィルソンの側近で代表団の一員であった名誉大佐は日本側から草案を見られた際にウィルソンも賛成するだろうと述べており、翌日にはウィルソンは大統領提案として人種差別撤廃を提案すると日本側に伝達している。しかし、イギリス連邦、特にオーストラリアの反発は強く、また、アメリカ上院も、この提案が内政干渉にあたり、この提案が通れば、条約を批准しないと猛反発した。採決においては11対5で賛成多数だったにも、かかわらず、全会一致でない、本件のような重大な問題についてはこれまでも、全会一致、少なくとも反対者ゼロの状態で採決されてきたとして、超権限により否決とした。一方で、日本が要求したドイツが持っていた山東半島の権益を日本に引き渡すという山東問題においては、日本が連盟不参加をほのめかす強硬措置を取ったため、不本意ではありながらも、親中華民国派が多いアメリカ全権団内部からの反発を招きながらも日本に山東半島の権益を引き渡すことに合意している。ウィルソンはこの件にもあるように国際連盟成立のために様々な譲歩を余儀なくされ期待を寄せていた人々からの失望を買った。また山東問題の譲歩などでアメリカ全権団内からの支持も失った。それでもベルサイユ条約をはじめとする各講和条約が成立し、国際連盟も成立する運びとなった。しかし、アメリカ上院は加盟国が侵略を受けた際、アメリカを含む国際連盟理事会が問題解決に義務を負うという国際連盟規約10条が、モンロー主義を掲げるアメリカの中立主義に抵触すると反した。側近はこの条項を受諾するにあたって、留保条件をつけて、上院の同意を得るべきだと説得したが、ウィルソンは、この譲歩に頑として応じなかった。結果、上院は、批准を行わず、アメリカは、国際連盟に参加することはできなかった。1919年のノーベル平和賞受賞は、連盟創設の功績によるものである。もともと片頭痛が持病であったが、1919年10月2日、コロラド州で脳梗塞を発症、一命を取り留めたが、左半身不随、左側視野欠損、言語症と重い後遺症が残り、大統領としての執務は事実上不可能となった。しかし、主治医と大統領夫人のイーディスは、この事実を秘匿し、以後の国政の決裁はイーディスが夫の名で行うこととなった。ウィルソンは長期間のリハビリを経た後、政権末期頃になって、ようやく閣議に出席できるまでに回復したが、言語に明瞭さは戻ったものの機械的で、感情を欠き、政策も無為無策で事なかれ主義が目立つものとなった。こうした事態を収拾し職務を代行すべきであった。トーマス・マーシャル副大統領は、そもそもウィルソンと不仲で副大統領職も半ば、いやいや引き受けたという事情もあり、大統領の職務不能を知ってもあえて家中の栗を拾おうとはせず、いくつかの議典に大統領の名代として参加したほかは、職務権限の代行は一切しなかった。こうした事実が明らかになったのは、実にウィルソンの死後になってからのことであり、これが、後の大統領権限継承順位を明文化した憲法修正第25条制定の伏線となった。1885年にジョージア州出身のエレン・ルイーズ・アクソンと結婚し、マーガレット、ジェシー、エレノアの3女を設けた。エレンは徐々に健康を害し1914年腎臓炎で死去した。ウィルソンは在任中に独身だったことのある3人の大統領のうちの一人となっている。1915年、58歳のウィルソンは、ボーリング家、ポカホンタスの子孫出身であり、未亡人となっていた43歳のイーディス・ボリング、ガルと、エディット・ボリング・ガルと、1872年から1961年を紹介され再婚した。イーディスは、第一次世界大戦下で、ファーストレディの重責を務め、1919年にウィルソンが倒れると2年間にわたり非公式ながら夫に代わって国政を見た。1921年、ウィルソンと妻はホワイトハウスを離れ、ワシントン DC のエンバシーローにある自宅に移った。ウィルソンは毎日のドライブを続け、土曜の夜はキースのボードビル劇場に通った。ウィルソンはの会長を務めた2人の大統領の一人で、あった、もう一人は、セオドア・ルーズベルト。ウィルソンは1924年2月3日に自宅で死去した。彼は、ワシントン大聖堂に埋葬された。ウィルソンは、ワシントン DC に埋葬された、唯一の大統領である。妻のイーディスは、夫の死後37年間を自宅で過ごし、1961年12月28日に死去した。その日は、ワシントン DC 近くのウッドロー・ウィルソン記念協会通式典開催日で、彼女は式典の主賓であった。彼女は愛犬のルーターを枕元に置いて死去した。イーディスは2自宅を夫の記念博物館にするよう託した。は、博物館として公開される。1964年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定され、1966年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登された。ウィルソンは1917年5月31日に遺書を執筆し、妻、イーディスを執行者に指名した。彼は娘のマーガレットに独身でいる限り毎年$2500の年金を残し、前妻の動産も娘に託した。残りの財産と不動産はイーディスに相続させ、イーディスの死後に、娘たちが当分に相続するようにとした。イーディスに子供がいた場合、彼女の子供は、ウィルソンの娘と同等に遺産を相続したであろう。イーディスには子供がいなかったので、ウィルソンは彼女が3度目の結婚で子供を作った場合に備えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。